1887年に上演されたウィリアム・ジーレットのヘルド・バイ・ザ・エネミーのポスター。ロイヤル・ライシーアム劇場はスコットランドのエディンバラにある658席の劇場であり、名称は会場当時に伝説的なシェイクスピア俳優ヘンリー・アービングが所属していたロンドンのライシーアム劇場にちなんだものである。この劇場は1883年に建築家 チャールズ・ J ・フィップスが1万7千ポンドを費やし、J.B. ハワードと会 w p ウィンダムの依頼に応じて設計したものであり、依頼した二人はいずれもエディンバラの劇場経営者兼俳優で、その後1895年には巧妙なハワードウィンダムを起こした。この劇場は会場以降に小規模な改装が4回、1929年、1977年、 1991年、1996年に施されているが、建築家フィップスの作品としては、当初の変更が加えられていない状態が最もよく保存されている建物である。1965年、エディンバラコーポレーションがこの建物を買い上げ、ロイヤル・ライシーアム劇団が新設され、以来、この劇団は、高級的にこの劇場を拠点とし、 エディンバラ市当局から劇場を長期賃借している。1947年に始まったエディンバラ国際フェスティバルは当初からこの劇場を主要な会場の一つとしており、当時の所有者たちは毎年8月の3週間にわたって全館を他の都市から巡業してきた劇団に提供しており、またエディンバラフェスティバルフリンジに加わった劇団にも1週間ほど提供されることがしばしばあった。 ロイヤル・ライシーアム劇場は当初は演劇の場として知られていた。しかし、それだけではなく重要なオペラ作品の上演も行われており、19世紀末にはカール・ローザの歌劇団が初巡業で公演しており、1960年代から1970年代にかけては初期のスコットランドオペラが、蝶々夫人、マノン、ニュルンベルクのマイスタージンガーをここで公演した。 この劇場はイギリスで初めて鉄製の防火幕を備え、またスコットランドでは初めて伝統を建物の照明に用いた。2016年芸術監督がマーク・トムソンからディビット・グレーグに交代した。エレン・テリー、1847年から1928年、この劇場は幽霊に取り憑かれていると信じられており、コケラ落としに出演していたエレン・テリーとされる。 青い色の宿場を目撃したという話が何度も出ている。また、舞台情報の証明装置のところに影のような人物が現れるとも言われている。目撃例の多くでは鐘を鳴らすような音も聞こえたとされている。金傍の建物、ありがとうございます。